オリックス戦市民無料招待ということで、ホットモットフィールド神戸で行われるオリックス戦に市民の皆さんを招待しますと。で、ホットモットフィールド神戸というものが、神戸市の所有で、どういうふうな電話の受け答えがあったか、以前もね、やんわりとした口調で電話かけて言ったんですけども、まともに物事を覚えようとする気がなくて、自分の金稼ぎに走ってる人間のようなので、ちょっとね、自分の名前すら名乗らない、この電話の受付の人間、働かせちゃダメです。じゃあ、今からその内容を、撮影します。